それじゃあね、生命表と生存曲線ね、簡単に見ていきましょう。こちらが生命表。もともとね、この生命表って人口学者が生命保険っていうシステムを作るときに、生命表っていうのはあった方がいいだろうってことで考え出すものです。それをね、はじめ生物学者がね、症状媒で、症状媒に転用して、で、今ではね、いろんな生物の生命表が作られているっていうものです。で、こちら、ね、教科書とかね、入試問題ではね、ごちゃーっと数字が書いてあるから困っちゃうと思うけど、もうすげー簡単で、この期間の生存数、死亡数、死亡率、この期間の、生存数、死亡数、死亡率っていうのをただまとめていったもんです。これすげえ簡単で、その年の初めに何匹いましたか？で、その1年で何匹死んじゃいましたか？で、死亡率はいくつですか？ってね、A、B、A 分の B っていうね、簡単にまとめたもんです。もちろんね、他にもデータが付け加わることあるけど、まずは基本的にこの3つ捉えましょう。死亡率っていうのは、ある期間、例えばこの期間とかに死亡した個体の割合、ね、簡単だよね。で、この生命表をね、わかりやすくするために、こちら。生存曲線があります。生存曲線、これをグラフにしたもんです。生存曲線、縦軸に生存個体数、横軸に相対年齢を取ります。ね、相対年齢最大値ここ100って書いてあるけど、全部の生き物が100歳まで生きるってわけじゃなくて、相対値です。みんなの生き物の寿命を100とした時にっていうね、みんなの寿命の最後を100とした時に、どんな年齢になりますかっていうね、相対値です。だから、寿命が異なるいろんな生物間で比較できるっていうメリットがあります。で、これよく見ると縦軸がおかしいよね。10、100、1000って、ね、縦軸がおかしいでしょ。みんなが普段使ってるグラフは10、9、8っていうね、こことここの間 の,、間の大きさが同じでしょ。だけどこれって1000、110、ね、ここは900だし、ここの長さは90だし、ね、全然違うよね。これって比率を表す、今回で言うと死亡率、ね、この比率を、死亡率をよく表してる、よく表すことができるから、こんな肩対数グラフっていうのを使うんだ。で、ちょっとね、この B なんかがもう、 B なんかがちょうどよくて、この B、あ、ごめん、これが A、 これが B、 これ ABC っていう決まりあんまりないよね。これが、ここが C、 この黄色い B のグラフ見てくれるのが一番よくて、これ直線じゃん。直線ってこれどう、何を表してるかっていうと、結論から言うと B は死亡率が一定なんですよ。ずっと同じ期間で10分の1にっていうふうに数が減っていくっていう、1年で10分の1、もう1年で10分の1、もう1年で10分の1っていうふうに、10分の1っていうふうに、死亡率がずっと一定だと、肩対数グラフ、縦軸だけを対数メモリにしたグラフで描くと、こんな風に直線になるんですよ。だから死亡率で一定ってめっちゃ分かりやすいじゃん。だからこんな風に縦軸だけが対数メモリのグラフ、肩対数グラフを基本的には生存曲線では普通使います。で、他のグラフを見ていくと、これね、こっちからこっちに行くにつれて、これ保護って書いてあるけど、基本的に保護が大きくなります。例えば、カキとかイワシ、このね、赤いグラフ、カキとかイワシのグラフ。これ一気にガクッと落ちるってことは、初めの方の死亡率がめっちゃ高いってことね。一気に少なくなっちゃってみたからね。ガクッとしても初期の死亡率がめっちゃ高くて、で、最後の方のね、寿命の最後の方の死亡率は低くなるっていう、カキとかイワシのグラフ。ね。で、だんだんこれ、全然保護がありません。親の保護が基本的にありません。だからこいつら卵をめっちゃ産むんだよね。で、死亡率一定の D のグラフ。ね。ほって書いてあるけど、小型の哺乳類であるウサギとか、あとはね、昔よく、引っ掛け問題で問われたのが、このヒドラ。ヒドラも、これ、出荷で増えるんで、これがまあ子供ね。出荷で増えるんで、親の保護があたかもあるように育つんですよ、ヒドラって。出荷で増える場合に。なんで、ヒドラはちょっと保護がある、この B のグラフになります。で、一番ね、親の保護が手厚い A のグラフ。人みたいな大型の哺乳類とか、あとはミツバチって巣を見ればわかるでしょ。めちゃめちゃもう保護がすごいよね、ミツバチ。なんで、周りのね、保護があればあるほど、A のグラフに近づいていくっていうのがグラフになります。で、ポイントは B の死亡率が一定であることです。でね、これって、まあ、未だに確かに、下記のグラフはね、ABC どれですか、ね、C ですみたいな問題出るんだけど、でも基本的にね、これってガチガチに決まった話ではなくて、もうお気づきかもしれないけど、ガチガチに決まった話ではなくて、同じ動物でも、例えば、密度が高いところで育ったら、こういうグラフになって、密度が低いところで育ったら、こういうグラフになるみたいな、その生物の生育する環境によってもグラフは変動しうるし、あとは、例えばここに表してないような、例えば、脱皮する生物なんかは、脱皮するときだけガクって、
ガクッとグラフが落ちる階段状になるし、だからこれって結構ね、モデルなんですよね。ある種のモデルで。だからまあ、これを暗記するっていうのはちょっとふさわしくないんだけど、だけどまあ、入試に出ちゃうから、まあそうなんだなと。ね、カキとかイワシみたいな親の保護が薄くて、で、卵をいっぱい産むような生物はこの C。で、うさね、小型の哺乳類ね、ヒドラとか、ちょっと親の保護があるグラフは B。ちょっと親の保護があるような生物のグラフ、生物の生存曲線は B。で、親とかの保護が一番手厚いのは A。初期の死亡率がすごくね、低いっていう A。で、まあ、なるってね、まあ、知っとこう。あと、ここね、死亡率と死亡数を引っ掛ける問題がめちゃめちゃ出るから気をつけよう。ね、こんな風にね、生命表とそれをもとに作る生存曲線でした。